黙ってなんか穴に落っこちちゃったー。やりやがったこいつで、なんであんなことをしたんですか？ダイヤって貴重な鉱石ですよね。私だってこんなことをしたくなかったんだよ。でも気づいてたら体が勝手に動いてたという。あち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 。誠に申し訳ございませんでした。まあ今回は許してあげましょう。作業頑張らさせていただきます。ということで結構植林場も充実してきました。運移り込まないでもらっていい？あ、すいませんすいません。よし、これで撮影できるな。テトさん何してるんですか？もしかしてそんなところで放置してトイレとかですか？何何テトさんトイレ行ってるの？よし、今日は撮影終わるか。ごめんなさい。よし、拠点でも広くするか。ビビさんなんか水色のクワ見えなかった？え、何言ってるんですか？ほら、私が持ってるのは鉄のクワでしょ。へえ、今の鉄のクワってたまに水色に光るんだね。で、残りの2個のダイヤ全部使ったでしょ。いやいや、だってなんか綺麗な鉱石入ってたから。待って待って、じゃあ鉄のクワあげるよ。あ、鉄のクワありがとうね。なわけねえだろ、ダイヤ全部消えたって。これは有罪だよ。でもテトさん、ダイヤ4個持ってマグマダイブしましたよね。まあ誰でも道を踏み外すことはあるから大丈夫だよ。ビビさん、そんなに責めないの、クミンさん。いや、僕何も言ってないですけど、なんで毎回僕を犠牲にするんですか？ちょっと資材も集まってきたので検知してみました。どう、これ結構良くない？これなんなんですか？これはね、編集部屋だよ。怖い怖い、この人笑顔で監獄に閉じ込めようとしてくる。もう編集部屋を監獄って言わないの、天国でしょ。じゃあテトさん入ったらどうですか？意地でも入らねえ。拠点に怪しげなものができてました。これはなんなんだ？これは取り調べ室だよ。あの、ここ刑務所と勘違いしてます？でもカツ丼出してくれるところだから最高じゃん。取り調べ室のこと食堂と思わないでもらっていいですか？うさうささんがここまで整地してくれました。うさうささんは整地が好きなようだな。この頃はうさうささんが整地好きなせいであんなことになるなんて思いもしなかった。伏線風に言うのやめてもらっていい？テトさんテトさん、釣り竿してたら釣り竿が釣れました。釣り竿が釣れるって何？でも実際ここはさっき作った無限水源だよね。自分で掘って水を入れたから釣り竿なんて釣れるわけない。ということは誰かが釣り竿をしてた？テトさん、これゲームですよ。これが釣れた釣り竿です。で、この釣り竿エンチャントされてるじゃん。やっぱ釣り竿が釣れるっておかしい。うさうささんが頑張ってるので応援するためにフグあげます。それ応援じゃなくて邪魔ですよね。うさうささん、お腹空いてるでしょ。フグ持ってきたよ。あ、大丈夫ですよ、私はゾンビ肉食べてるので。あ、東波さん、今日いい天気だね。何言ってるんですか、近いから天気もクソもないですよ。よし、昨日撮影があったけど裏でも作業するか。待って、これはアルド合ってるよね。一日しか経ってないのに拠点が最終回ぐらいでかいんだけど、今参加勢たちに連絡したんだけど、これうさうささんが掘って広くしたらしいです。マジかよ。しかも鉄もったいなかったから石ピッケルで掘りました。で、届いたよ。待って、本当に人間ですか？てか伏線回収早すぎない？なんかクミンさんが手を振ってる。すげえいいなそれ。私もしよう。なんか良さげなエモートないな。よし、課金すれば解決だね。ダメだ、この人大人の力で解決するタイプだ。だって教科書にも困ったらお金で解決って書いてあったし。さてはテトさん、義務教育って知ってます？ということで1週間ほど経ってもう最終回ぐらい発展してるので拠点紹介しますか。ガチでやばいよね。運行なった元凶あなただよ。で、これは私が作った編集部屋ですね。なんか前回と比べて出入りできるようになってません？あ、これは私用だからいつでも休めるように木のドアにしといたよ。自分に甘すぎるこの人。で、隣にスライムが住んでます。いや、これ監禁ですよね。敵なのになんかかわいそうに思えてきますね。で、名前はバフンウニです。どういう経緯でバフンウニになったの？あ、それは3日前の私に聞いてください。要するに覚えてないんですね。はい。で、ここが畑だね。俺が作っておきました。うわ、なんだろう、嬉しいけど動画的に進みすぎてて素直に喜べない。でも安心してください、奥のスペースは動画で畑作れるようにしといたので。何そのいらないちょっとした気遣い。で、ここが植林場です。いや、もうめちゃめちゃ快適じゃねえか。あれこれ、このシリーズの暮らしやすい地下帝国作りの目標をクリアした？パート2で一番の目標をクリアしたってマジ？待って、よく考えたらまずくない？よく考えなくてもやばいですよ。まあパート2で主要な目標をクリアするチャンネルもあっていいよね。絶対良くないよね。で、こっちを見てほしいんですけど。こっち？待って、なんか嫌な予感するんだけど。ちょっとそのチェスト開けてみてください。うん、やっちゃってるね。あとテトさん、左のチェスト見てくださいよ。はいはい、もうどんなすごいものが来ても驚かない気がするよ。嘘でしょ？待って、これ夢じゃないよね。ちょっとビビさん、ほっぺ引っ張ってみて。いいんですか？なんでそんな嬉しそうなんだよ。ギギギギギギギ。待って、夢であって欲しかったんだけど。夢であって欲しい場合ってあるんですね。ということで、このシリーズ完結とはいかないけど。いや、資材も豊富だなぁ。もう地上でいた時より優雅な暮らしができそう。なんで過酷な世界の方が楽になってるんだよ。地下とか来てくださいよ、テトさん。いや、釣り竿で引っ張って、私は犬か。いや、犬でしょ。あ、そっか、犬か。で、拠点に地下なんてあったっけ？明日も掘っておきましたよ。いや、もうほんとこの子怖い。で、この階段の裏には。待って、もう看板の文字で嫌な予感するんだけど。無償作っておきました。うん、なんつうものを作ってくれてるのかな？で、奥に進むとね、奥にはちゃんと懺悔できる場所があるよ。私、今日からいい子になる。うわ、マジっすか、ここにマグマ敷いてあるんだ。あ、ごめん、手が滑った。待って待って待って、僕なんか悪いことした？やっぱ思いやりの心って大事だよね。
じゃあ夏さんがちょっと残してくれた畑を大きくしますか。まあ正直もう釣りで食料困ってないからいいですけどね。もうそんなこと言わないの。まあ畑作るのもたまにはいいじゃん。本当は？これやらないと今日やることほんとなくなっちゃう。ということで畑拡張し終えました。まあこれだけ大きかったらいいでしょ。でもまだ小さくないですか。十分です。ちょっとさすがに空間が寂しいのと、まだこのシリーズ拠点的なものを建てていないので建てようと思います。じゃあテトさん僕に任せてくださいよ。おう、トウハさん頼りになる。じゃあ家作りはトウハさんに任せます。じゃあ私たちは何してましょうか。じゃあ私はここ耕しとくね。待って待って、ここに動物湧かなくなっちゃうから。あ、そういえばまだ行ってないんですけど、裏作業してた時に廃坑っぽいものを見つけてしまって。マジで？じゃあ廃坑に。廃坑なんつって。やっぱもうちょい畑を大きくしますか。あ、いいですねそれ。賛成です。ごめんなさい、この下に廃坑っぽいものが一瞬見えたんですよ。そんな、廃坑なんて簡単に見つかるわけないじゃん。お決まりのやつですね。ガチで廃坑あるじゃん。じゃあちょっと先進んでみます。あ、こっちスポナーありますよ。マジ？そんな簡単にスポナー見つかるわけないじゃん。もうそんな簡単な嘘引っかかるわけ。お決まりのやつパート2。しかもこれスケルトンじゃん。ってことは骨粉とか手に入るから最高ですね。チェストとかは何が入ってるんだろう。って幸運にのエンチャボン入ってるし。あれこれ世界沈んだから運底上げになってる。ワンチャン運金等説唱えたい。あ、でも廃坑はちっちゃいっぽいね。もう終わっちゃった。いやでもめっちゃでかい空洞ありますよ。あれこれ世界沈んだ方がいいまであった。ちょっと夏さん男なんだから先言ってよ。何言ってるんですか、テトさんも男でしょ。いやでも私霊夢だし女の子だし。は、それはずるいですよテトさん。しゃらくせい、もう私が行きますよ。男らしい。じゃあ私も行きますか。待って、うさうささん後ろ後ろ。え、後ろ？うわー、生きてる。じゃあ安全になったようなので俺たちも行きますか。そうですね。いやめちゃめちゃずるい。いやー、お腹た空から女の子が。その女の子弾け飛んだんだけど、また空から女の子が落ちてくるかもしれないからマグマ埋めとくか。あ、水引くとかじゃないんですね。あ、待って、あっつあっつあっつ、水水水水水。あ、誰ですか、水を数にマグマ埋めてた人。先生怒らないから。お前だよ。テトさん、こっちダイヤありますよ。マジで？こっちの上見てくださいよ。こっちの上？あ、ほんとだ、こんな場所よく見つけたね。まあ私何事も上しか見ないから。うわ、なんかかっこいい。でもそれでさっき地面でやられたんだよね。おダイヤ取れました。ナイスナイス。でも一個しかなかったです。っていうかダイヤ私が持ってていいんですか？え、なんで？またさっきみたいにやられちゃうかもしれない。いや大丈夫だよ、そう簡単にはやられないから。うわー。ゆびさん、よしダイヤは私が持っとこうか。またダイヤ見つけました。おー、よくダイヤ見つけたね。どうします？私取って持っておきましょうか？いや私に持たしてください。待って、またダイヤあったんだけど。ガチで運良くないですか？エコの丸石テトさん置きました。え、置いてないんだけど。もしかしてスポナーじゃないですよね。そんなわけないじゃん。多分トウハさんとかがふざけて置いたんだよ。いや僕ずっと拠点いますよ。あれ、私たち明日にでも死ぬの？